荷物を預けたいんですけど、ここに預けてみたいに言われたけど、ほんまかな。バゲージストレージ、そこに預けたいと思います。さっきのところで荷物を預けました。4時間から10時間で大きいサイズのスーツケースで、40元です。アリペイで支払いました。初めに30ドル支払って、帰ってきてから10ドル支払うということになっているらしいです。で、今から、地下鉄に乗って、こっちですね、行きたいと思います。町まで出ていきたいと思います。切符を買うのが、現金がなかったんでアリペイで乗ろうと思って、なんかいろいろ登録が必要みたいで、駅のお姉さんに教えてもらいながらやっと乗れました。今一番端っこにいて、ずっと行って、469の正規台頭っていうところまで乗ります。で、9号線に乗り換えるということです。なんかもうどこをしたらいいかわからなくて、ほんまに大変でした。はい、電車来ました。すごい涼しい。今から電子坊っていうところに行きます。地下鉄の駅を降りて一番出口の方に向かっていったらあると思います。なんか、その電子坊っていうのはノスタルジックな街で、お店とかが集まってるということです。で、ここの駅ね、むちゃくちゃ栄えてますね。こんな感じで駅の地下にショップがいっぱいあります。食べるのには困らなさそう。ちなみにここ空港から1時間半ぐらいかかりました。外に出てきました。めちゃくちゃいっぱい店がある、栄えたところなんですけど、それの今出てきた北側のところに、ここめっちゃ暑いです。あれ、ここが三号門って書いてある、ここに入って行ってみたいと思います。めっちゃバイク走ってる。めっちゃ昔って感じやな。こんな感じで、めっちゃ面白い。いろんな店がある。こっちに行ってみよう。角屋なんかできたやつとか、アクセサリーの店。ちなみに1元が21円ぐらいだから、これは20元やから400円ぐらいか。かわいいな。面白い。宝石がいっぱいある。すごい面白い。めっちゃ安いやん。これは猫がいました。真っ白マグネット。あ、すごい。いろいろ売ってるな。これは40やから
600円ぐらいかな。しおり。すごい。お土産屋さんやな。かわいい。そう。面白い、こんなんもある。うわ、見て見て、金魚か。こっちに行ってみよう。うさぎさん。面白い、なんか。アメちゃん。雪の。あ、こんな感じで地図があります。今ここ先ここから入ってきてるな。でこう来てこう来てここやないな。結構なんか。広いな。こんな感じでノスタルジックな街並み。陶器の店、めっちゃ混んでる。お菓子屋さん。急に人の家の裏みたいなところになった。めっちゃ暑い。38度ぐらいあるんちゃう？もうやばいな。ここで終わりって感じか。なんかお茶屋さんがあって試飲させてくれます。何杯も何杯も入れてくれて普通に美味しかったです。すごいな、ここの感じ。こんな感じのお茶屋さんがいっぱいある。試飲もさせてくれる。お店とかね。エッグタルトを買いました。これを買いました。200円。大雨が降ってきました。このお店に来ました。
この小籠包が有名なお店です。で、この辺を食べたいかなと思います。ごま団子とかもありますが、まあ量が多いと思うのでこんな感じで、あ、麺とかもあります。これね、普通に水とかも売ってます。めちゃくちゃ外雨で、すんげえ雨なんだから休憩したい、今の間に。これがエビと肉入りの小籠包です。お値段はこれです。さっき言ってたお店があそこです金持ちになりそうな、今日のホテルはジョイフルスターホテルというところになります。スリッパもちゃんとあります。そしてジャセット、水もあります。ベッドめちゃくちゃ広いですね。そしてちょっとした机、ガラス張りの向こうが見えるシャワー室。